皆さんこんにちは、ドラム講師の森谷亮斗です。本日は質問をいただきました。バンドを組んでいます。曲の終わりの締めや、全部曲が終わって最後ドラムがかき回すところがうまくできません。いつも終わりが変な感じになってしまいます。それといつまで回してればいいのか分かりません。ギターが後ろを向いたら締めたらいいのかタイミングが分かりません。かき回しのタイミングを教えてほしいですっていうことなんですけど、これも、まあ、結構よくありますよね。こうかき回しバーってしてていつ終わるのみたいなこともあると思うし、そのバーンで合わへんみたいなことっていうのも結構あると思うんですけど、これってね、こういうそのかき回しのタイミングが合ってるか合ってないかとか、曲と曲がうまいことつなげられてるかとか、かっこいい始まり方ができてるかとかっていうのは、どれぐらい考えてリハーサルをしてるかっていうのが出ると思いますね。結構ね、これバンドでね。だから結果そのバンドで例えばスタジオに入った時にもう曲だけ練習するんじゃなくて、その出だしとかね、登場の仕方とか、その曲の始まり方とか、曲と曲をつなぐやり方とか、 MC の仕方とか、最後の書き回しの終わり方とか、もう帰っていき方とかね、手の振り方とか、そう煽り方とかもそうやし、もう何もかもを綿密に考えてリハーサルできると良いライブができると思います。だから、例えば、10年とか20年とかやってるバンドとかで、その場の空気でいいライブができたりとかすることもあるとは思うんですけど、なかなかね、それに頼るのは危険だと思います。だから、しっかりとこう、細かいとこまで考えてリハーサルして、やっていくべきかなとは思いますかね。だから、まあ、この場合で言うと、ギターが後ろを向いたら、高飛んで締めてなとか、なんかそんな感じの、なんか最初にもうある程度しっかりと決めといて、で本番はもうそのリハーサル通りにやるっていうのは大事になってくると思いますかね。最後に締めるコツっていうのがまああるとしたらなんですけど、一本締めってあるじゃないですか、忘年会とかで。本日はすごい楽しい飲み会でしたね。それでは一本締めでこの飲み会を締めたいと思います。よーのこのよーっっていうのはこれ締めなんですよね。タカトンなんで、だからこのよーっていうこのうっていうこの取るのがメンバー全員でちゃんと共有できてたらバーンと入るんですよね。こううーっ、そうだからこの練習をするっていうのが大事ですよね。だからまあよくあるのはタカトンバーンでうんバーン、タカトンからうんをちゃんとこうみんなで理解してバーンって入るとかっていう、この一本締めをねバンドで練習できるといいと思います。よー。そう。まあ、これもね、すごくいい練習だと思いますかね。で、まあ、最後ね、まあ、ちょっと、書き回しの種類。まあ、僕がよくやってる書き回しをやるとしたら、三連符かな、こう。三連符の、この、頭に、三連符のアクセント部分にシンバルを入れて、タムに、っていうのはね、よく使いますね。まあ、バンドでライブするときとか、まあ、演奏するときは細かいとこまで話し合ったりとかして、で一つのライブっていうのを、まあ、一個のショーとしてね、こう見せれるように、まあ、細かいところまで、こう綿密に話し合えて、一つのね、こうライブを作っていけるといいんじゃないかなと思います。はい、そんな感じで、本日もありがとうございました。さよなら。